さんこんにちは。お久しぶりでございます。最近はですね、ちょっとWi-Fi の方が制限かかるようになってしまったので、あんまりちょっと YouTube 見たりしてないんですけども、今日はちょいちょいギターの、グッズに関する質問をいただくので、いろんなものを紹介しようかなと思います。何から紹介しようかな。よく質問いただくのが、ギターの弦は何を使ってますかとか、そういうのをよくもらうんですけど、これですね、エリクサーの加工弦、加工弦の一番細いタイプ、ナノウェブっていう、ちょっとダメダメなんで、私太い弦で演奏するとすぐに手が痛くなっちゃうんで、一番細い弦使ってます。で、弦交換もめんどくさいから加工弦で使ってます。もうね、私は割と気に入って使ってます。たまにマーチンの加工弦も使ったりするんですけど、エリクサーが一番自分の中では弾きやすいです。で、あとギターのメンテナンスっていうか、掃除とかそういうのはこのマーチンのこれですね、これ使ってます。これなんて言うんだろうな、ポリッシュ、ギターポリッシュはこれ、これと、なんかもう一個ギター屋さんでよくギター買ったりしたらつけてくれるやつとかも使ったりしますけど、基本的にはこれで拭いたりしてます。あとは、指板じゃないな、なんて言うんだろう、このギターの弾く板っていうか木のところですね、それはこれですね、指板であってますね。指板のところに塗ってるのはこれなんて言うんだろう、ネックオイルですね。これもなんかギター屋さんで聞いて勧めてもらったやつ買ってます。なので、わからない人は多分楽器屋さんで聞いたら教えてもらえると思うので、自分のギターを持っていって、このギターの素材にはどんなものを使ったらいいのかっていうのを相談したら多分教えてくれるので、そういうのを買ったらいいと思います。で、クロスは一般的、私の行ってる楽器屋さんではこのシリーズが多いっていうか、このシリーズしか置いてないぐらいの勢いなんで、これ使ってます。あとは ピックはね、もういっぱい持ってます。なんかついつい可愛かったりすると使いやすさに関係なく買っちゃったりするので、最近のお気に入りは何だろうか、そうこの間ねこれ買いました。これは使う予定はないです。ただのコレクションとして可愛い、ディズニー好きなんでディズニー買いました。で、一番よく使うピックが、最近はこれですね、ダンロップのこの60ミリ、これですね、これが一番よく使ってます。初心者っていうかギター始めた頃はやっぱり柔らかいピックの方がこう手首の動きとか分かりやすいっていうか使いやすいんで、この50ミリ薄いの使ってました。で、ストロークとかそういうのに慣れてきたら、徐々に太く、こう音圧っていうのかな、なんかこうジャカジャカ弾いたりするにはちょっと50ミリじゃしんどいんで、こう太くしたりします。割とこのシリーズは全部のサイズ持ってて、こう73ミリとか、この弾く曲とかによって変えたりします。でもね、紫のこの 1.1
14っていうこのこんな一番太いのを持ってるんですけど、これは使ったことないです。で最近割とお気に入りで使ってるのがどこのかもよく分かってないんですけど、これこれちょっと可愛くてなんか引きやすいんでよく使ってます。あとはこのヤイリのねこの柄が可愛いんでこれは使わないんですけど、コレクションとして可愛いからすぐ買ってしまいます。使ってないのいっぱいあるんですけど、まあ、自分に合ったものはやっぱ買わないとわからないんで、そんなに高いものでもないのでピックはよくガンガン買ってしまいます。この指につけるタイプのピック、こういうのね、こういうのもわりかし何種類か持ってますが、まあほぼ使いません。そうそう、あとね、金木和也くんのライブに行った時に金木くんも使ってるっていうこのピックもゲットしました。これね意外と元使いなんかこうグッズなんでそんなに使えなくて飾りにできるかなって思ってたんですけど、使ってみると割と弾きやすかったです。2個買ったんで1個はまあストックというかコレクションとして置いといて、1個はまあちょっと引いたりしてます。何でもね2つ買うっていうのが癖なんで、気に入ったものはだいたい2個持ってます。あとはハーモニカとかやらないんですけど、ちょっと憧れてこういうのもこう首につけてねこうするのも実は持ってたり、最初にギター買った時につけてもらったハーモニカも実は持ってたりしますが、もっと簡単にできると思ってたんだけど割とできないことに気づいて放置してます。あとは100均で買ったタンバリンとか、こう卵型のこういうシェイカー、あとこれですね、カズってこういうのです。こういうの、これもね多分300円ぐらいで売ってるんで、割と楽しい楽器なんでぜひおすすめです。であとはこのブラシ、これはカフォンを叩くときに使います。グッズというより楽器紹介みたいになってますけど、カフォンはまあ以前に紹介したのでもうしません。一応ギターとウクレレもあります。で、普段自分の練習してる時の便利グッズっていうか、教材みたいなもの、これもたまに聞かれるので一応紹介しようかなと思うんですけど、どれからいこうかな。まずね、10日くらいでやめちゃった時、一番本当に最初ですよね、その時に買った教材がね、なんか今日から弾けるギターレッスンみたいなこういう教材を買ったんですけど、今読んだらすごく分かりやすい文章なんですけど、本当に初めての時はこれを読んで何書いてるのか全然分かんなかったんですよね。今読むとすごい分かりやすいですけどね、こういうのを買って最初に、これとセットで買ったのがギターコードブック、もこれはもう必需品ですよね。一番最初はもうギターのコードなんて全然分かんないんで、こういうのを買いました。これは今はもう眠ってますね、全然使ってないです。で、ギターを2本目のギターを買った時に、ついてきた教材、これがなんか
フォークギターに、これももうなのでね、ほぼ見てないですね。で、挫折したやつが、ね、これですね。挫折っていうか、まあたまにはやってるんですけど、アコギ基礎トレ365日っていう、この1回動画上げたんですけど、スケールの練習とかそういう、まあ、厳しい手のつりそうな練習ばかり載ってるっていう、ワンフレーズずつ載ってて、それを毎日やっていくと365日ですごく弾けるようになりますよっていう教材ですね。これはもうなかなか肩が凝るし、集中力とかすごいいるんで、まあ、たまに挫折はしてないです。たまにやってます。あとギターはこれくらいかな。あとはまあ普通のこういう本ですね。ヒットソングとかってこういう本を買って、まあ好きな曲を探して弾く、まあ、最初はなんか自分の弾けそうなコードの曲を探して弾くみたいな感じですけど、まあ、そのうち弾きたい曲も自分の苦手なコードの入ってるのも毎日ちょっとずつ練習して弾いていくと弾けるようになるっていう、そういう感じです。あとね、これもソロギター、これも買いましたね。これもまあまだ練習中で全然進んでないですけども、まあちょっとはできるようになりました。でもまあまだ全然です。難しいです、やっぱり。あとは一番最近買った本がね、これギターに関してはジブリ、これですね。ジブリが大好きなんで、まあいろんな曲を弾けるようになりたいなと思って買いました。まだ今練習中で、やっぱりね難しいんですよね。簡単なコードに直せばね、割と弾けそうなのもいっぱいあるんですけど、中にはオンコードとかがやっぱり結構入ってたりするので難しいです。またこれもできるようになったらそのうちアップしようかなと思います。で、まあ、曲も最近ちょこちょこ作ったりしてるんですけど、まあ、発表はしませんけどね、趣味で自己満足的なやつですね。それを作るときに割とお助けマンというか、そういうのがこのコード進行ネタ帳っていう、こういうのがあってですね、これがねこうよくって明るいコード進行とか楽しくとかっていうのがこう載ってて、これ見せたらダメなんですかね、こういうのがまあいろいろコード進行の曲を作る時のコード進行で有名な感じのが載ってて、まあ書き鳴らす時にはこの進行合いますよとか、アルペシオには合ってますよとか、つまびく感じの曲にしたい時はこの進行はちょっとそんなに合わないですよみたいなことが載ってます。なのでこういうのを参考にしてこう弾いていって、こっからまあだんだんこう自分好みのコード進行に変えていくっていう、そういう感じで、まあど素人なんで作ってます。まあ、なので私はメロ線ですね、完全に詞は後でつけます。歌詞から書くっていうことができないですね。もう一つこの曲を作る時のお助け漫画、まあこれと全く同じなんですけど、こういうねコード進行がカルタみたいになってて、こうマイナーの C デッキっていう、こういうのでカルタみたいになってて、こう A メロ B メロサビみたいなのがこうパターンの何パターンかたくさん入ってて、それをもうこうカルタのように食って並べてこの組み合わせで弾いていくっていう、まあ、そこから発展させていくっていうのに、まあ、使ってます。これもね楽しいです、やってて、まあ、本当に自己満足の曲を作って、まあ、遊んでます。あと
私の中で、絶対必要なのはこれですね。ギターコードハンドブック、これはもうめちゃくちゃ必要です。全然ね、あのコードを覚えてないんで、でそのなんて音楽理論みたいなそういうのも全然わからないので、これは絶対必要です。こうコードを、わからないコードはこれで調べて、あのフォームも調べて、これね、ちょっといいかな見せても、こうちょっとフォームとかがいろいろ載ってて、ハイコードとか別ポジション の, あのコードとかも、押さえ方とかも載ってるのですごく便利です。これを いつもギターケースとかに入れておくと、わからないコードもすぐにさっと、やっぱネットとかでも調べられるんですけど、やっぱこういうのを持ってた方が便利です。なので、私はギターとウクレレ両方持ってます。あとはあのカホンの教材とウクレレの教材ですね。これはまだ1冊ずつしか持ってない。この間ね、カホン、私がカホン買った時はね、まだこの教材の本ってあんまり出てなかったんですけど、今流行りだしてるのか、この間楽器屋さん行ったらね、割とあって、中をパラパラって見てるとものすごい分かりやすい教材とかあったんですけど、もうこれ先に買っちゃってたんで、そんな安くないんですよね、教材も2200円プラス消費税とかするんで、そんな何冊も買うほど余裕がないので、ちょっと悔しい思いをして、こっちの方が分かるなとか思いながら帰ってきました。 あとね、ちょっとカバーかぶせてるんであれなんですけど、これね、あの音楽理論の本も一冊だけ実は買ったんですけどね、まあ眠たくなっちゃうんですよね、読んでると。まあでも、あの定年退職するくらいまでになんとなく分かったらいいかなぐらいの勢いで、あのちょっとずつちょっとずつ理解しながら読んでます。あとね、この間なんで楽器屋さんに行ったかって言ったらね、まあ、楽器のメンテナンスもあったんですけど、この間2本前ぐらいかな、じゃあもっと前かな、 2,3 本前の動画で言ってた、あれですね、 DTM とかそういう類のことをできるようになるぞっていうのを言ったので、その教材を買いました。これね、すごい分かりやすいです、まあ、あのこれを見ながらまたちょっとずつそっちも勉強していこうと思います。教材高いですよね。ネットで調べても、まあ、出てくるんですけど、やっぱり私はね、あの教材をちょっと読みながらやるっていう方が向いてるみたいで、最初はね、とりあえずネットで検索したりして、まあ、ある程度こうできそうかなっていうのだけをこうチェックして、でやってみようかなと思った時は大体教材買います。あとはね、もうあの何でもかんでも楽器屋さんにものすごい相談しますね。それとあのいいのを教えてくれたりするので、あの平日がやっぱり狙い目ですよね。土日とか行くとやっぱり忙しいので、気遣ってそんなにあのいっぱい聞けないので、暇そうな時に行ってあのいろいろ話をすると割と相手にしてもらえます。これぐらいかな。あと、あ、そうそう、あの使ったことないんですけど、ウクレレをね買った時に、あのそのウクレレ楽器屋さんをこうツイートで紹介するとなんかたくさん物がもらえるっていうのがあって、それをやったのでもらったんですけど、 Wi-Fi の, あのチューナーでもね、チューナーね私割と持ってるのに 1,2 個持ってるので、あとねギターもね L アコでもともとチューナー入ってるんですよね、ウクレレも。なのであんまり使わないので、これはね箱に入ったまんまです。あと、 あとあれが紹介してなかったな、メトロノーム、これ普通のヤマハのこれ使ってます。
はね、あの私のあの大好きな香川博光くんがあのこういうのを使った方がいいよって言ってたんで、あの初めねクリックって言われて何のことか分かんなかったんですよね。クリックってこのあのメトロノームのことなんですよね、多分ですけど、まあそういうので練習した方があのいいよっていうことなんで、まああんまり使ってないんですけど、まあ、たまにあのちゃんと練習しようって思った時はあのこういうのもきちっと使って練習してます。まあそのぐらいですかね。あと、あとなんだろう、カポとかも紹介した方がいいのかな。カポもね何個か持ってて、ちょっと今手元に2個しかないんで2個だけなんですけど、これはこれ、ね、メーカーとかね私全然わかんないんですよね。これがねあのネジでこうフリフリってしてギュッと止めるタイプのカポ、やっぱりこっちの方がしっかりあの止まってるかなっていう感じはします。これはこうクリップ式でこうピピって挟んで便利ですよね、すぐに変えられるんで。あとねゴムで巻くタイプの持ってたりするんですが、あんまり使わないんでちょっとどこに今あるのかもわかんないが紛失中です。多分まあ探せばあるんですけどね、まあ、それぐらいですかね。またあのいろいろ質問してもらえたらあの動画コメントをね打ったりするのね、あの今パソコンで開いちゃうとすごいあの Wi-Fi の容量が減っちゃうんで、タブレット基本的にタブレットで見たりしてるんですけど、タブレットね打ったりするのめんどくさいんですよね。なのでコメントも、まあ、返したりしてるんですけど、割とあの放置しちゃったりしてる。なんかねタブレットもね調子悪い、バージョンアップしてからなんかね調子悪いんですよね。 YouTube もすぐにあのバグっちゃったりとか、コメントも返したいのになかなか打てなかったりしちゃうんですよね。で、あの割と放置してたりすいませんありますっていう、まあ、でもちゃんと見てますので、あのもし質問とかいろいろあったらコメントしておいてもらえればあの動画でアップできたらいいなって思っているので、あのもしよかったらしてもらえたらと思います。こうやってねあのいろいろ YouTube のすごいところは、私もあのいろんな方にコメントで質問とか残して返信してもらったりとか、こうやって動画でねあのそうひろみつくんもね一回あのこんな曲をやりたいとかって言ったらね、あの教則動画みたいのを上げてくださったことがあったりとか、そういうのですごい救われてるので、まあ、自分もあのちょっと私もねあの、まあ、初心者に毛が生えた感じなんですけども、本当の初心者の方よりはちょっと分かってきたっていうのがあるんで、そういう方に、まあ、ちょっとでも自分もあのいろんな方に力を貸していただいたので力になれたらいいなと思うので、あんまり上級者の方に質問いただいても全く分からないので、あの本当のまだギターも買ってませんぐらいの勢いの人からの質問だったら答えられるかなと思うので、あのよかったら興味のある方は、あの楽器のある生活っていうのは心にゆとりを与えてくれますので、やってみようかなって思ってる方はぜひぜひぜひ、あの楽しいので全然ね、あの誰とコミュニケーション、まあ、取った方が、まあ、上手くなってくるとそういうところに出てみんなの人前で聞いてもらいたいとかっていうのもあるかもしれないんですけど、私は意外と一人でこう淡々と練習してたりするのがすごく楽しいので、あの、まあ、ちょっとはお金かかりますけども、他の趣味よりは最初のギター買ったりするとき以外はそんなにお金も弦とかねそういうのしかかからないと思うので、もしよかったらあのやってみたいなって思ってる人がいたらぜひ始めてくださいというわけで、今日はこの辺で、また今度いつもう一個ね動画アップしたいと思ってるのがあるんですけど、まあパソコンとかの調子が良ければそちらも近いうちにアップしようかなと思います。それでは、で今日はね昼からあの子供が合唱 の, あのちょっと習い事でね合唱の発表会があるので昼から行ってこようと思います。楽しみにしてます。それでは皆さん